今日は俺らが持ってる YouTuber の月収年収情報全公開大公開。チャンネル登録者数がだいたい50万人ぐらい、好き広告収入があったりとか、法則が一個あるね、社内の。YouTuber ネクストのたけしです。かずきです。ごめんなさい、コメントいただいたんやけども、はい、探偵のこの間インタビューで、彼女はハテナ、年収はみたいな書いてたのに、サムネ釣りじゃないかみたいなコメント、こちらの人2件いただいて、全然そんなつもりなかったんやけども、やっぱり具体的な数字言っていく必要あったなと思って反省して、今日は俺らが持ってる YouTuber の月収年収情報全公開大公開まとめていこうかなと思います。ただ付き合いいっぱいあるからさ、大体この人の月収これぐらいとかさ、広告収入これぐらいとか知ってるんやけど、もちろん公開されてない情報っていうのはそんなこんなところ暴露できないから、公開されてる情報をいろいろと集めて、大体こんな感じ YouTuber 稼いでるんだ、広告収入あるんだってところをみんなにお持ち帰りいただければなと思いました。どうぞ。まずこの間インタビューした太陽さんですよ、ね、N 国党立花さんが彼女です。この人チャンネル登録者数が約2万人、月18万円前後、大体それぐらいで毎月収入が入ってくるって言ってました。初任給ぐらいですかね。初任給ぐらいね。ちなみに動画の更新頻度は毎日基本的に上げてるけれども、編集はそこまで凝ってない。内容でもめちゃくちゃ濃いですよ。辛いカップラーメンを食べながらライブとか、めちゃくちゃ薄いやんで次ヒロ先生ね、はい、税理士 YouTuber ヒロ先生、俺この間挨拶行ってきたんやけれども、もちろんそういうとこでは年収の話してないんやけど、はいはい、動画他に全公開この動画とかね、でカズキよく見てて、ね、めっちゃ見てます。その人言うには5万人ちょいで7万円から20万円を推移してるって感じです。月ですね。賞金だと一応20万円もらってるってことなんですけども、結構少ないかな、登録者の割には、うん、そうやね。さっきの火曜さんがチャンネル登録者数2万人で約20万としたら、5万人やったら50万円ぐらい欲しいところが、ヒロ先生は7万円から20万円。やっぱりビジネス YouTuber やったら周りが悪いのかな、うん、そうですね。あれも関係あるらしいんですけど、なんか1再生の単価っていうのも結構変わってきて、この何が左右されるかっていうと、子供向け動画って結構単価低いらしいんです、うん、なるほど。こちゃまの子供の商品紹介やっても単価が低いんで、うん、まあまあかな。どうしたんです、当てはまってないよ。確かに。で、立花さんもね、この間聞いたら、マツコの時で瞬間最大風速で1日100万円ぐらい、今登録者数がだいたい50万人いて、うん、月1000万ぐらい入るのかな。それぐらいですね。多分これ多いよね。多いですね、うん、めちゃくちゃ多いと思います。やっぱり出してる本数とかチャンネル登録者数に比べるとよく回ってるから、年収1億2000万になるんやろうね、うん、であとは名前は言えへんねんけれども、うん、チャンネル登録者数がだいたい50万人ぐらい YouTuber で、うん、月500から600ぐらいの広告収入があったりとか、一方でチャンネル登録者数が100万人超えてたら、その比率で言ったら月1000万円ぐらい広告収入あってもいいんだけども、うん、騒動があったりしたらファンがバーッと離れて400万とか300万ぐらいまで下がる。下がるんですね。下がる下がる。これさ、フリーランスでさ、動画だけ撮ってやってる人だっていいけどさ、結構 YouTuber って最近自分の店持ったりとかさ、うん、まあ、なんかスタッフ雇ったりとかするやんか。そうなってきたらちょっとその変動はだいぶきついやろうなと思って。給料払わなきゃいけないと思って。家賃と給料やっぱ重たいからね、うん、今のトータルでね、それ以外の俺らが持ってる情報とかも全部プラスすると、法則が一個あるね、社内の。もうザクッとした見方として、チャンネル登録者数 ×10 円ぐらいが月収になるんじゃないかなみたいなね。でもカズキもっと正確な数字の出し方知ってるんやね。海外でソーシャルブレイっていうサイトがあるんですけども、うんうん、このサイト、そのサイトだとエスティメイテッドマンスリーアーニングっていう項目があるんですね、うんうん、推定の月の収入みたいなで、だいたいこの人だったらどれぐらいからこれぐらいみたいな、そのレンジが出てるんですけど、これやでも結構これ幅あるくない？あ、そうです、うん、それの一番上のところですね、はい、トップのところを割る2っていうのがだいたい収入が正しいっていう結果が出てます。これあの下とだいぶ開きあるけれども、上の方を割る2した金額がまあだいたいリサーチ結果と合うから、そうです、そうです。じゃあこれにいろんな YouTuber の URL 突っ込んで、うん、出てきた金額の割るにしたら大体の人のあれ年収が分かります。ちょっと俺らでこれ一覧表作ろうかみんなの年収大公開ちなみにこれうちのチャンネルもついに広告ねつくようになっていました。ありがとうございます。まだ未確定のものは言ったらあかんねんね。そうですね。ただこれ通帳で作ろうと思ってて、新品のそこにも全部記帳していって、俺もこれ全部大公開しようと思ってるんで、うちのアドセンスの収入っていうのはもう世の中に大公開で、これから YouTube 続ける人が生のね金額こんな感じなんや、このチャンネルでこんな感じなんやっていうの全部情報持って帰ってもらおうかなと思ってるので、今登録者数が6000人ぐらいなんで、かけるさっきの6000かける10円6万円俺らの計算式だそうだし、ソーシャルブレード上は出るんやろね、ということでね、こんな感じで YouTube の年収一人一人は語ってくれてる人とかがいるんやけど、情報がパッと散らばってるから俺らの方でいろいろと整理してまとめてみました。でソーシャルブレードとかね、さっきカズキが紹介してくれたああいう方法とかも使って、もういろんな人の推定月収とかもまとめてちょっと公表できたら結構議論になって面白いかな。俺こんなもらってないみたいな、もらってるみたいな、元稼いでるやろみたいな
話あるかもしれないので、引き続き世の中の人が見て楽しめる YouTube に関する情報を発信していきたいので、こちらチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。はい、ムキ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 どっちがどっちが、うわうわすごい、アドセンスの月収いや大体ね、喋っちゃって